こんにちは。最近の相場に関連するニュース、そしてチャート的には同学年手のをまとめて聞ける動画があったらいいなを形にしました。奈良節のパークダイガッポガッポというわけで、このコーナーはドル円と日経225でガッポガッポ儲けて仕方がない奈良節さんに僕たちもガッポガッポ儲ける方法を教えてもらおうというコーナーです。まあ今週はなんといっても日経が1200円の暴落というのがありましたよね。ではその辺の詳しい解説に入る前に一つお知らせがございます。神尾 TV はですね、今まあこのコーナーとかは大丈夫なんですけれども、コロナとかね、まあ、いろんなちょっと YouTube でやったらあかんって言われている話題をですね、まあ果敢にやってるんですけども、 それがですね YouTube さんから怒られておりまして、まあ動画が削除されたり広告が止まってしまったりとちょっと苦難を迎えてまして、このチャンネルの存続が本当に危ぶまれております、なので保険の意味を込めて学ぶ方、ぜひメモの方を登録しておいてください。お願いします。動画用にリンク貼っております、もしねチャンネル消えてもすぐ復活させますが、最初の頃は検索しても出てきませんので、その時はメルマガで URL の方を送らせていただきたいと思います。はいですね。今回は、まず24日なんですけれども、パウエルさんがいろいろね、その上院の銀行委員会とかで証言してます。下院のでも証言してます、証言してるっていうかスピーチしてます、で今回はですねたくさんあるんですけれども、景気回復は引き続き一様ではない、完全と呼べる状況には程遠い、今後の先行きは極めて不確実だと、そんなんいつでもやんけっていうこととか、で米雇用とインフレに関する目標達成の道のりは長い、そうやな現在の動向は見通しが今年終盤にかけ改善する可能性がある、せやなみたいなのがずらーってありまして、いやもう市場的にはもう無風でしたよね。無風。ああそうですね。あんまニュースにもなってないようなね。ニュースにならいませんでしたね。何もだから何も言ってないのと一緒。もう何もなかったって何も言ってない。もうそのこのままこのままみんなが思っているままのことを言いましたパウエルさんは。おそらくこの辺が今回の大喜利のお題になると思います。やめてよもう。それ気になって俺チャート分析できひんやんか。まあまあもうまあそうだよね的なことを言い張りましたということです。まあ、この時23なんですけれども、それはね、まあその時に株には動いてませんでした。そこからねバーンって上がっていったんですけどね。そこら辺でですね、商品の方はまあ銅とかが商品コモディティの方結構良かったんですけれども、まあ金がねだーっと下げていったからねっていうのもあるんかもしれないですけれども、まあ金属系が割と下がっていきました。そしてゴールドもですね、ここ1760あたりを下限として、僕は上に戻ってってですね、1850ぐらいまでのレンジを作るんじゃねえのって言ってたんですけれども、途中まで当たってたんですけれども、そっから下を突き抜けてしまいました、で現在1700ドル前半に行ってしまったということですね、これはまあ1円にで金利が爆上げしてるからです、まあこの10年利回りとかねが上げてるんで、まあ、そうやったら債券の方がええわと、元本保証があって、利率も結構いいということだったら、こっちの方が安全やんということで、そもそもゴールドなんか安全資産として買うものなんでね、でまあ、金利が上がったら基本的にゴールドは売られると。ゴールドは金利使わないですからね。そうですね、ということになりますね。ゴールドが今ガンガン下がっているということですね。ある意味ゴールドだから狙い目だと思いますよ。こういうふうに売られていった時がですね、狙い目なんじゃないかなと僕は考えてますね。家に金のレゴ何本あるんですか？ないですよ。ないですよね。普通ないですよね。何本かあるらしいじゃないですか。ないですよ。ないですよ。欲しいですね。将来的にはなんか欲しいですね。ちょっと椅子とか作ってみたいですね。こう。うわ、金持ちの考え方や。成金。いや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 。そんなんいらんよ。絶対いらん。冷たいよ。硬いし冷たいし、そんなんいらんよ。でもね、そろそろねこうやってねもう支えられてサポートされてもいい価格帯にはなってますんで、まあちょっとどういうチャート作るか楽しみですね。こういう下落のねチャンネル作るかもしれないしね、こことここ結んでこことここもう平行でこれで帰ってってここら辺でまた下に帰っていくならですね、下のチャンネルできますよね。斜めのチャンネルがだから、それでどういう風に展開していくのかはちょっと楽しみです。ゴールドは。まあこれから金利がまたどんどん上がっていくなら、金からも資金が流出していくのは否めないので、基本的にですね逆張りは考えずに今のところ下向きに考えといた方がいいと思いますが、そろそろ僕は反転してもいいんじゃないかなとは思ってますね、どこか、はい、今週あったことをダーッと言っていきますけれども、まあ、やっぱり金利がですね上がっていったので、ニューヨークダウとか S&P500 ナスダック全部ガガガッと売られるという展開になりました、本当に市場全体で大口さんのねポジション調整が行われているのかなというような感じがしましたね、ニューヨークダウもここら辺も2つですね、ナスダックと S&P500 もまあ下げに下げてってしていってた流れで、この時に東京株式市場ですね225ですね、225は1200円以上下がったと。ドーンと下がったっていうことですね。で終値で2万9,000円を下回りましたということですね、一時は3万超えてたんですけれども、まあ、金利がアメリカの金利上げすぎて混乱が広がるんじゃないかということで、一回、まあ、逃げたということですよね、利確に入ったっていうことですよね。なので、前回ですねこういうふうに横に持ち合ってから上に抜けていくんじゃないかと言ってたんで、ちょっと不正解です。今回は不正解です。ございます。はい、ございます。はい。しょうがないですね。まあ、こういうこともあるというか、まあ、上しか言ってないからね。基本的に。ですね。で、今回で金利がですねまた伸びてったら混乱するんじゃないかということで、もしかしてまた下に行くかわからないんですけれども、こういう下げはですね基本的に今上昇トレンドは逆らったらダメですよね、明らかな強い上昇トレンドになってるんで、まあ、週足レベルでいうと基本的にこういうふうに上がっていくよねっていうふうに言ってたんで、基本的にまあ当たってるんですよね、まだ、すごい急な右上がりのトレンドライン割ってないんで、週足でいうとね、ってなるとここで支えられてる、ここまでもしかして下がってきてくれて、上見てくれるんやったら、上抜けそうになってくれるんやったらすっごい美味しいですよね。ということでこういうとこに差しに置いとったりとか、前回の安値とかに差しに置いとったりとかして拾ってこう、うまいこと拾ってこうというような考え方になります。一応まあこれどう捉えるかですけれども、これね隣やってないんでね、こことマクリなんですか、これとマクリですね、マクリのシグナルラインと、まあ、こう引いて下に下がってますよね、だからマクリラインとしては弱まっていく傾向になってます。でこちらのですね価格は爆上げしてます、ということで、これは価格とマクリラインでダイバージェンスが起こっていると、逆行現象が起こっているということです、これは何を意味しているかというと、価格の行き過ぎを意味してます、ということで一回弱気調整に入る可能性も若干あると、もちろんこれが絶対正しいわけじゃないので、まあ、ほとんど外れると言っても過言ではないので、一つどっかで頭に入れとったらいいかなと思います。でですね、27日はですね基本的にはテック系が売りになりました。ロースとかテック系が売りになりました。でなので、ナスダックは帰ってきてないって感じですね、他の2つに比べて。ナスダックはそのテック系とか多いんで。でまあダウンなんかも基本的な企業の30種なんで、あまり影響は受けてないようですけれども、ナスダックはあまり変えてきてないというようになってます、これはファンドがですねナスダックとかラッセルに関してはショートのポジションが増えてるみたいです基本的には、まあ、うまいこといってるような感じですかね、ちょっと上がってるけどね、まあ、テスラも下がりましたからね、そうですね、ビットコイン下げて、もはやビットコインとテスラは一緒の動きするみたいな、そうですね、でアメリカの経済指標出ました。これがですねすごかったんですよ。アメリカの製造業景況指数ですけれども、 ISM 製造業ですね 60.8 というものすごい高い水準になった。これが3年ぶりです。コロナ後でいうともう最大、完全に最大の水準ですね。で市場予測はですね 58.8 だったんですよ。一応50超えたらって言われているようなやつです。で生産とか受注も強い、でアメリカの景気はこれ底堅いぞっていうことを表す指標です。だから株高なんですけれども、株価が高いだけで実体経済は追いついてないやんっていうふうに言われがちですけれども、アメリカはこんだけ強いぞって実際だから上がるだけの経済を持ってるぞっていうことが見えてきた、見せてきたというような感じですよね。なるほど。で今後経済対策とか経済再開が進むっていうような見通しが立ってきたということですね。これを受けてですね、さっきのようにテック系がいっぱい入っているナスダックはちょっと小さな動きになりましたけれども、他の市場では上げに転じたというように言えると思います。しかしコモディティですね。コモディティは割と弱いですね。オイルもですね、現在も下げまくっています。下げまくってるか調整ですけどね。ブレンド、で WTI の原油に関しては僕先週ですね、ここの60じゃない 57.9 ぐらい60ぐらいのここら辺から下げていくんじゃないかというふうに言ってたんで的中ですね。ありがとうございます。オイルが絶好調なんだって、ね、オイル絶好調ですございます。はい。でもめっちゃ儲かってる。いやいやそんなことございません。はい。オイルは怖いよ。オイルは本当怖い。もう儲けしてるらしいですね。違いますね。なんか噂に聞いてたんですけど、ブルブル震えながらやってます。はい。で、結構なコモディティがガンガン下げていってますね。それまで上げすぎてたっていうのはあるんでしょうけど、プラチナとか銀とかですね。銀もこれゲームストップかのレディットの人たちに狙われたやつですね。ロビンフッターに狙われたやつですね。そしてシビオイのコンはどっちかいうと上げてます。かなりこれ日足でものすごい週足なんですけれども、一回ガーンって下げてたんですけど今上がってますね。一時期全面安になってたんですけどね、穀物系とかもね、金はじめとしてメタルが特にですね、やっぱり金利の影響を受けて下げやすいっていう感じですね今のとこ。でこのコーナー田口さんの趣味がめちゃくちゃ反映されてますよね。あ、ほんまやね。いや誰がこんなん興味ある。興味ないのみんな。コーンとかやる人はだいぶ上級者でしょ。いやそんな初心者がいきなりコーン買わへんの。みんな小麦とか米とか買うでしょ。みんなご飯として。スーパーでは買いますよ。そうでしょ。じゃあ気になるやん。コーヒー飲むでしょ。なんぼか調べといた方がいいよ。この価格あんま関係ないね。そうですね。みんなが一番気になるのはドル円と日経225なんですから。わかりました。すいません。わかりました。来週からコーンについて熱く語られちゃう。視聴数下がります。わかりました。控えます。すいません。最後の方にしてください。そうですよね。YouTube さんに最近怒られるもんね。視聴者はあまりこの動画に興味がないようですっていう。最近 YouTube のやや厳しいコメントを言うようになって、この動画は既存の視聴者に人気がありませんとかはっきり言いようがあって面白い。超辛口デビューが出ますからね。ですね。じゃあコモディティの話終わりまして、はい、みんなお待ちかねのドル円ですけれども、ドル円はですね、こういうふうに1月からですね、僕は上げるというふうにずっと矢印引っ張ってるんですけれども、これ週足ですね。で先週はこれだね、これ出しておきますけれども、ちょっと、ここで反転して上を試しに行くだろうと。上げていくだろうと言ってたんで的中やらせていただきます。はい。これはもうね、ここで一発で僕抜けて、結構大変だったんですよ。ここ抜けるのね、何回か2回ぐらい跳ね返されましたね。1時間足とかでやるとこうですね、ここの前回の高値を抜けていくのにですね、1回近くまで行って跳ね返され、ここで水平ライン引くと、ここで跳ね返されて、ここで持ち合ってですね、どうなんねんでぬるって抜けていって、しかしこう跳ね返されて、しかしもう一回力強くサポートされ、もう一回でもサポートされず下げそして上げていって、サポレジ転換して上げていったというような流れで大変でした。もう気がもうね。でも結果めっちゃ儲かったでしょ。ちょっとね、今回ね、すって吐いたみたいな感じですね。だから土地探してるらしいですね。ちょっと今回ね、あんまり良くなかったんです。僕トレード良くなかった。なんか今でも海の真ん前に住んでて、山も買ったらしいですけど。そんなこと言ってない。すごい。で今回は結局この上げて下げてを繰り返すじゃないですか、相場って。で今はこういうポコンポコンポコンのポコンをそろそろ下げの局面に入ってもいいぐらいの、まあ、時間帯なんですよね。でどこで下げるのかという話なんですけれども、うん、先週も撮影日に動いたりしてるんであまり参考にならなかったりするんですけれども、これねだいぶ昔に引いた水平線です。ここちょっと太くしていますね。一番太くしますけれども、ここで何度もですねこの 106.9 っていうところはここでサポートになったりとか、こういうふうにレジスタンスになったりとか何回もしてるとこなんですけれども、ここに今差し掛かってます、うん、そして時間帯的にもですねここで今日足なんですけれども、まあ、抜ける前でこんな陽線とかなってるんですけどね最近は、うん、そのレジスタンス抜ける前にちっちゃい日足にその足確定の途中で見るとなったりしてるんですけれども、まあ跳ね返る時ももちろんこういう感じでちっちゃいのになってることが多いです。でこういうふうに上げてきてここで跳ね返ってもおかしくないなというふうに考えてます。そしてどこまで行くかというと、まあ、一番下でこの紫色の上昇のトレンドライン。うんというふうに考えてますね。で今回は、まあ、マックディとかではそういうのは推し量れないんで、なんとなくずっと見ててそう思うっていうような感じになってしまうんで申し訳ないです、うんうん、ただそろそろ下げるんちゃうかそろそろ下げるんちゃうかなんで、まあ、トレーディングストップ的にですねこう上げていくもののちっちゃい足に下に逆差しに置いてって利確の構えを見せていった方がいいのかなっていうふうに思ってますね。なるほど。うん。って思ったらブレイクして上がったりするしね。ちょっと分かんないんですけれども、そろそろ利確の構えを考えていきましょうというところになりました。そして、今回はですね、ショートで入らんようにしたいところです。うん。できればまあちょっとよく買いでね入ってしまうかもしれないですけれども、まあ、ロット少なめに入るとかにしたらいいんじゃないかなと思います。ある程度調整はすると思うんですけれども、言うても上昇トレンド、はい、ここから始まってる2ヶ月ぐらいの上昇トレンド入ってますんで、そこには逆らわないようにいきましょうというお話ですね、うん、今回は以上にさせていただきます。バットを短く持っていこうと思いますね。バットは長く持ちたいなでもまあそうバット短めですよ、うん、今回はショートで入るんやったらね。なるほど。ちょっとね根拠が薄いんで、うんうん、短めでいいと思いますね今回は。はい、うん、で最近綺麗にこの1個2個の波ですけれども、平均足みたいにね、うん、赤出たら陰線出たらダーッと陰線続いて陽線出たら陽線続いてっていう感じになってるんで、まあ、今回ももしかしてそういう風になるかもしれないですね。こんだけ陽線続きで上げてるのでっていうので、1回陰線出たら、うん、ショートで考えてもいいかもしれないですねっていう風に思ってますね僕は。はい、うん、はい、今回は以上になります。はい、ではね、また来週の7分下のパーフェクトな日経225とドル円を中心とちょっと分析をまたお届けしていきたいと思います。ですが冒頭で言ったように神尾 TV の存続自体が危うい状況になってますので、まだ登録されていない方はぜひメニュー欄を登録しておいてください。はい、動画欄にリンク貼っております。商品の取引所の方の宣伝もやりますんでチャンネル登録お願いします。お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。だけどだんだんこのコーナーも長くなってきたんで、うん、まあねちょっとドル円と、うん、ドル円だけするわ。ドル円と225だけするわ。そうです。いやそういうコーナーなんですけどもいやいやそれを語るには他の大福さん大喜利コーナーパウエルさんが言ったしょうもない発言とそれに面白く突っ込んでくださいいきますよ。5秒でもう時間ないんで5、4、3、2、1。パウエルさんが言ったもう一つのしょうもない発言とそれに対して面白く突っ込んでください。はい、はい、オーディエンス使います。しょうもないあれーはい、行きますよしょうもないしょうもない、はいちょっと待ってちょっと待って、パウエルさんが一言言いました。今のもう芸人さんやったら後で先輩にめっちゃ怒られます。いや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 今しょうもない一言言ったんやんかだからあ、パウエルさんが言ったんいやちょっと分かりにくいな。すいません。じゃあ僕パウエルですって出てくるべきでしたね。あ、そうだね。あ、パウエルですけどもオーディエンス使います。おお、なるほど、あ、それいいかもしれない。じゃあ行ってみましょう。ちゃんとツッコミが入ってないし。3、2、1、パウエルさんが言ったもう一つのしょうもない発言とそれに対して面白く突っ込んでください。パウエルさん。はいはい。オーディエンス使います。はい。いや、クイズ番組ちゃうし。あれ？あれ？ちょっと最初のねパウエルさんの発言としては良かったけど、ちょっとツッコミが、お笑いにはね振りっていうのが大事なんです。最初に振りを入れとかないとわからない。ギャップやから、まず振りを入れて大きくしないと笑いは生まれないんですよ。めっちゃ怒られる。俺すごく今急にボケても意味ない。振りを振ってボケて突っ込むってこの3段階ちゃんと覚えとかんと。振ってボケて突っ込むね。あ、ボケと突っ込むじゃないんだ。振りが大事なんだ。そう、振りが大事。勉強になるな。あの金ちゃんも一番大事なのは振りって言ってますから。金ちゃんで俺笑ったこと、だけどこれからもチャート分析とナイフしての青切コーナーもご注意ください。笑いの勉強にもなると思います。じゃあ理想的にはどうすればよかったの？俺は何をしたらよかったの？振りというと今から、まあ、例えばこんな景気回復は一応じゃなくとは言いましたよねっていう、もう一つの発言としてはってちゃんと振ってからこれからパウエルさんが言うねんなって言わないと、オーディエンス決めますよってナウフさんがボケたんだと思ってしまう。なるほどね。この言った言い方、景気回復は一様ではありません、来年まで続く可能性があります、もう一つ大事なことがあります。あ、そう、これで完全に触れてるから。なるほどね。何講座これ。